一番いいメンバーでやるから、必ずしもこれが出られるとは思わない方がいい。これハードなんで、どこどこ痛いっていう時はちゃんと申告してください、うん、痛くてできませんじゃなくて、その時は代わって入ってもらうので、うん、ちょっと日生劇場のくるみ割り人形リハーサル始めます、まあ、先週配役が発表されて、まあ、皆さん今日初日ということで雪のシーンですけど、まあ、見ての通り新人の人がだいぶ入っていますから時間はかかると思いますけど、先輩方指導してあげながら一緒に頑張ってやっていきましょうでしょうか。はい、粉雪のように人間が舞うっていうんですか、雪をこう模倣して踊れるんですよ。それを揃えることがすごく大変です、はい、列に並んだり広い舞台の上で自分がどこに立って踊っているかっていう感覚を学ぶっていうのは一人になった時に重要になってきて、その場所だけ決めちゃおうか。その方がいいかもしれない。そうしよう。それでもしかしたらね、場所また変えるかもしれない。ごめんね、すいません。次これね、もうねここで円を感じる。でこの3番と5番のこの範囲の人だけ、今土星でここで行ったじゃないですか。こっちよりこっち側にずらしちゃう。うんうん。七二三せーの。Thank you.
入れる。よかった。呼びますか、アンダーの子。そうだね、そうだ。ちょっとアンダーの人来て。今だいたいどこを覚えるか決めとけば、入ってっていう時に入れるから。背の順に並びますか。背のでね、背でね。ちょっと背の順に並んでもらってもいい。小柄な方、高い方で背の順ちょっといいですか。そうだよね、突然入ってっていうことあるから、そういう時に入ってパッてできたら、うまくいけば出るチャンスあるから頑張って。はい。18です。高校最近卒業しました。すごいドキドキしてます。アンダーなのでどこにでも入れるようにしとかなきゃいけないので、全部できれば覚えたい感じで。アンダーってこうずっとこう外でこうずっと見てないといけない。あ、でもメンバーを変えていくという話だったので、すぐ入れられてもできるように頑張りたいと思います、うん、入れるなら入りたいです。鈴木さんはまだあのアンダーですね。はい。雪は音の取り方が早くなくちゃいけないので、今彼女って割と音の取り方がのんびりしてるんですよ。ゆっくりなので、雪はちょっと難しいかなっていう判断をしました。音楽ね、なのかちゃんは音楽ね。耳に入ってきて動いたら遅いよ。もうなのかちゃんさ、音の取り方の工夫としてさ、今外行くのと中戻るのと同じなんだけど、ゴムを伸ばしてポンって戻るようにランタ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 ンっていう取り方ができないとダメなんだよね。4人は一緒だよ、4人は一緒だから。結構です。はい、あっという間に時間が過ぎそう。まあ、ちょっとまだまだですけど、全然まだまだですけど、音もまだちょっとね、あの合ってないところがあるから。では今日はここまでにしましょう。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。これハードなんで、どこどこ痛いっていう時はちゃんと申告してください、うん、痛くてできませんじゃなくて、その時は代わって入ってもらうので、うん、ちょっと、私親指の爪が痛くてカバーしてます。これでもこの状態で打ったらもっとおかしない。いや、大丈夫です。やっぱ体力使うんだ。あ、雪はめちゃくちゃしんどいです。すぐ座ってすぐ立ったりとか、そういうのが多いので。足は大丈夫ですか？あ、大丈夫です。やっぱレンちゃんとか大したもんですね。あの、しっかり、はい、音も取ってるし。やっちゃんもちょっと弱いし。ハンハンもしてないから。そうですよね。全くしてない。どうですか、ちょっと終わってみて。あ、疲れました。
を見ながらでも場所も考えて、はい、でどのくらい横の人前の人との間隔を保ってっていうのを全部記憶するのが結構難しくて、群舞は一人が乱れたら美しいものが美しいものじゃなくなるっていう難しさなので、責任感とかは多分こっちの方がよっぽど大きいと思います。先輩方に迷惑かけれないので頑張ります。どうですか、率直に終わって。はい、もう今日は全然笑っちゃうぐらいもうバラバラで今日はまず振り渡しということで振り付けを分かってもらって、まあ、ちょっとどのぐらい大変な踊りなのかをみんなに分かってもらうっていう、私が月間となってからはまだ理想通りに雪できたことはないので、頑張りたいなと思ってます。はい、このメンバーで確定じゃなくて、確定じゃないですちょっとアンダーの人も時々試しながら入れて一番いいメンバーでやっていこうと思うので、ギリギリまで出るか出ないかっていうのは、だからアンダーの人もチャンスをつかんで出れる場合もあるので、はい、頑張ってもらいたいな。緊張しちゃう。撮影、密着撮影みたいな。初めてです。もうなんか電車乗ってる時からドキドキしちゃって大丈夫かなと思って感動の中でも年齢的にも一番下なので、もう自分だけ落ちこぼれないように頑張らないとって思って。結構ネガティブよく言われます